はい、皆さんこんにちは、シスです。トイックです。恒例のフルルの下着姿っていうね、真っ白だね。変態発言やめろよ、かいそうそう。お、なにこれ、暗い。あ、お、いっぱい道があるぞ。うん、あ、でも宝箱だ。目ざといな。こっちもあんじゃん。うわぁ、三つまた。お、宝箱。ソードだって、ソード。あ、なんか、そこそこ、攻撃力高かった気がする、今のやつ。え、普通の武器じゃん。うん。でも使い勝手は良かったりするけどな。圧倒的攻撃力。え、エクスカリパーより強いじゃん。うん。いや、だから、なんか使い勝手が良かった覚えがあるって言ったじゃん。おぉ、来た。ルーンブレード、早かったな、終わるの。赤魔道士、来た。あれ、あ、やっぱりあったべ、宝箱。宝箱じゃない、落とし穴。お、なんか、欲しい。まあ、その左上に露骨になんかあるしな。気づかんかった。あ、斧か。はいはいはい。で、これをさらに落ちると石板、あ、ちょっと待って、俺。行ってないとこあるんだけど。なんで落ちた。まあ、落ちたくはなるけど。いっぱい行ってないとこあるけど、俺。まあ、大丈夫だよ。あ、じゃあ、これ戻れんじゃね。いや、取ってから戻ればいいんじゃね。またここに来る必要はないだろう。戻れん。あ、あ、なぜ取らなかったし。あ、はい、もう一回最初からカットします。はい、というわけでね、戻ってきたからね、いけんし。いやいやいや、あ、またか。あ、でも結果ここに出んだ。風魔手裏剣。風魔手裏剣。え？え？怖っ。あ、待って待って、お住まいに取ってからだな。いって、お、死んだ。うわ、めっちゃ食らってる。やべえ、あれか。いや、今押してからじゃなきゃダメなんだ。うん、あれ、右の宝箱ってちょうど何もないとこからだ。そう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 、多分そうだ。だ、これ押して結果そこだけかよ。そりゃそうだな。あ、いいイースの盾だって、なんか。おぉ、強そう。でも両手持ち優先してるから装備できるやつね。そうだね。で、あとどこ行ってない。あ、この真ん中か。確かにな、バッツを殴ったことを真似てたからな。ね、おおお、カイザーナコーン。なんか FF6 だとすげえ強かった覚えあるけど、なんか5ってなんだろう。格闘か。へえ。へえ、じゃあ文句やる？じゃあそのうち文句やるか。結構もうみんなマスターしてきた。あ、なんかさ、宝箱もう一回開けられるけど、開けられなかった。騙されたし。あ、ここに戻ってくるんだ。へえ。お、おお、あ、弓。あ、でもな、もう良い位置持ってるからな。もう使うことないだろうな。迷った、どうしたんだっけ俺。あ、まあ、あとはもう降りていいんじゃない。もう全部行ったっしょ。あ、なに、結局な、ここから降りたのが正規ルートだったってこと。うん、戻る道なかったしな、見た目。オッケーオッケー。じゃあまた、ちゃんと回復とかしとけよ。あ、取っちゃった。シュさん、そういうのあんま気にしないよね、ほんとに。あれ、俺第3の石板取ってねえけど。あ、さっきこっち来ちゃったからな。よっしゃー。あ、回復しよう、回復しよう。多分、
あれ今マスターって書いてなかったよ、ファリス。あれ？これもレベル3だったの。ファリスもうマスターしたの？はいや、じゃあちょっとどんどんマスターすんな。じゃあちょっと ボス前に構成チェンジします。え？マジで？その選択はびっくりだわ。パーティーに2人白魔がいる。まあそうだろうね。ここはなんかツッコミが入りそうな展開だな。オッケーオッケー、これでいこう。クルルに白魔法つけてる意味ないだろ。あ、なに、なんとかの術とかを投げるってこと？そう、このクルルの対多数に弱いのを補う。ボス戦では意味ねえ、うん、これでいいや。うん、軸使えねえのか。まあそのくらいのハンデはやろう。そう言いながらエルメスの靴装備してるのが見えるんだが。いや違うよ、エルメスをやめて源氏にしようかなとか思ったんだよ、守りの指輪とか。だけど結果エルメスに頼ることになってしまった。エルメスの靴とか使ったことねえわ。よし、これだろ、白間に。いやー、やっぱね、白間でしょ。ないわ。その石板、渡すわけにはいかない。やばい、来たぞ。最弱の。エビだ、エビだ。最弱の魔物来た。エクスデス様が無の力を手に入れれば、我ら魔物の世界が。そうとは限らんよ。え？滝の中から？はあ、ドラゴン。え、願いかない。パンティ、ギャルのパンティをくれ。あ、死んだけど。え？最弱の魔物死んだ。魔物はリヴァイアさんに倒。召喚獣じゃん、これ。海王リヴァイアさん。そうそうそう。あ、戻れる。うん、まあ、ぶっちゃけ逃げれるけど。海王リヴァイアさんか。うわ、こういう時に3個の指輪を持っていたら。まあいっか、めっちゃ魔法打ってくんだろ、水魔法。エルメスの靴買っちゃったからな。我が水の力すべてを流し、あ、とうとうってことね。とうとうね、これとうとう。ああ、とうとう便器。とうとうさん。オッケー、じゃ乱れ打ってくれ。うわ、強い。殴っても強えじゃねえか。水の力じゃねえよこいつ。そりゃあ、まあ、あの見てくれで殴ってよかったらな。よし、全然使えねえ。そうか、裏両手か。いや、もう殴ろうで、ま、戦士としてナイトとして扱っていこうで。プロです。で、召喚でゴーレムして、で頑張ってな、魔法防御も入れたいな。城までシェル入れて、乱れ打って、でバッツで回復、間に合ってくれ。ああ、
クルールの火力があればなんとかなる。でバッツで巻きつく攻撃、なんだ回復してキアルラが使われているでシェル、ほら白魔同士が2人いるからシェルが早いで、シェルがかかってるから、レナ以外シェルかかってて、くよく乱れて、で、ここで、ケアルラという。巻きつくって謎攻撃だね。殴ればいいんじゃないか。いや、ここはしっかり回復して。うん。だって、レナが回復要因じゃないの。違うよ、レナはシェルするもん。で、ここで、うわ、シルド、あ、でもシルドラ風属性だから、最悪カーバンクルもあるけど、殴っても強いからな。とりあえず、シルドラさん入れて、白魔で、シェル。どれだ？これか。まあまあだな。2100か。乱れ打った方がいいな、これは。で、あ、そうか。どうした？ホーリーの方がいいのかな？戦う。ホーリーやってみるか。うーわー、おー、デジタルウェーブ来た。あ、オッケー。シェルが効いてんな。乱れ打って。どうしよう、ホーリーやってみるか。ホーリー。まあ、効くだろうな。あ、しまった。ちょっと待って、装備ってさ。うん。誰か賢者の杖装備してたっけ？今見ればいいんじゃない？いいや、ホーリーでいいや。ホーリー。さっき2000くらいだよね。おお、ホーリー杖！バリスが装備してんじゃない？多分そうだな。ホーリー無双来たな。あ、違う。ここの戦い。オッケーオッケーオッケー。で、乱れ打って。あ、強えな。いやいやいや、クルルさんでしょ。こんなチートはいいんだよ。アサシンダーガーチキン、あ、勝った。ははは。全然洗い流されなかったけど。20ABP。ダイタルウェーブ一回やられただけっていう。安定。否定ないよな。あ、見て。リフレクトリング7。もういらねえ。やった。あ、でもこれでファリスがさらに強くなった。ダイタルウェーブ使える。来たな。よっしゃ。あ、しかもダイタルウェーブが2倍になるから、クソ強えじゃん。でも今白魔同士っていう。いや、あれはリバイアさんは2倍になんなかったと思う。あ、なんないの？あ、っていうか、そうだよね。だから杖しかロット使えないもんね。いや、というかあれは水属性は入ってなかった気がする。あれ？そうなの？あれ全属性2倍じゃないの？全部じゃない。あ、そうなんだ。確か、書いてあったと思う。説明書。おー、しクリアした。やっと出てきた。あれ？これどうやって戻んだ？これか。洞窟から、うん。よし、じゃあ次は、バハムートか、海の底かって話だけど、バハムートは強いだろうから、先に石板取りに行く？ん？いや、まあ、それは先に石板だろう。オッケー。じゃあとりあえず、あれだ、封印を解除しに行きます。もう久しぶりに出た。倒そうか。あ、そういうことね。お久しぶりです。さすがにもう勝てるだろう、余裕で。先輩、倒させていただきます。あ、そうだ、こいつね、確かリフレクかかってなかったっけ。やめてー！ですよね。やめ。
てーよっせちょうどこんな話してたしよかったんじゃない。よっせやめて、ちょ待ってひどいな。でレナが戦って、やめて自害廃止、やめてやめて、ちょ待って、もうなんでレナ見つ、よし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 。でレナで何とかして起こして、城までアレイズで起こしの、まあ、近くに壺があるから MP は気にしなくていいな。乱れ打ってくれ、お前で倒してくれ。でファリスがバット起こすか。うんだな。オッケー。お逃げた。おー逃げられた。あぶんねー、ちょっと悔しいな。つえっていうかあいつ逃げんのか。あいつかい。どうした？え、何してんの？え、シスさん？やべ！ねえ、聞いていい？やべ、うん。え、何してんの今？回復しに行こうと思ったらもう一回会ってしまった。なんでそこで回復しに行くっていう選択が出てきたの？やべやべやべ！城間で、アレイズして、で、城まで、やべ、なんか、ディスペル。よし、これだ。オッケー。かけて、乱れ打ち。よし。シーさん、頼みますよ。で、そもそも回復に行くっていう必要なかったのに、戻んなくてよくね。戦っ、城間。で、今度こそ、ホーリー。まあ、ホーリー、モノマネが、あ、ディスペルって消えないんだ。リフレグ。やめやめて、マジか。マジか。まずいな、これは。味方にホーリーかけ、リフレグかけて、ホーリーそいつに打ちまくればいいんじゃない？あ、そういうこと。ほら。え、ちょっと待って、バッツ今、ファリス殺そうとしてる？あれよ、混乱を解こうとした。なんで、バッツの攻撃力を考えないで今殴ったの？いやでもさ、クルルかバッツかって言ったらバッツだろ。違う。あ、逃げられた。ちょっと待って。これは叩かれるぞ。よし。第4の石板だけど、3つ目の封印。飛ばしちゃったからな。取ってないのは、無知か、これ、斧か、ランスか、エクスカリパーか、ベルか、縦こと。よし、迷いまーす。縦ことだろ？杖足りねえんだけど、赤間同士。このパーティーバランスがおかしいんで。ちげえ、モノマネし何でも装備できんじゃん。エクスカリバー取ろうぜ。何でも装備できねえよ、武器は。え、何でも装備できるって言ってたよ。防具だけだよ。しかもリボン以外だよ。金融詩人もランスもやる気。あ、取らなくてよくね。取らないと出れねえよ、もう。永遠にここに閉じ込められるよ。オッケー。今、魔導士が多い半島で次なんか前衛ばっかりになるかもしれないし。おー、じゃあ決めた。アポロンのハープ。なんで？さっきの話の流れからない選択肢だったよね。アポロンのハープでしょ。アポロンのハープと
ルーンアックス。それ取っちゃうか。でしょ？で、でですよ。最後に、お待ちかねの、最強武器来た！来た、最強武器！ホーリーランスじゃないのか。エクスカリバー！よーし、来た！エクスカリバー！打ち合わせとちょっと違うの撮ったな。で、あ、そういえば、初めの一歩で今回エクスカリバーが出てたよ。で、そんなのどうでもいいから。で、せっかく手に入れた武器は、何も装備しないっていう。よし、その前行こうぜ、次。ああ、まだジョブ買えないからな。もういらねえ。装備いらねえ。封印武器いらねえ。ということで、ね、じゃあ今回ここまでかな。頭同士ってエクスカリバー装備できなかったっけ？え？あれ、ナイト専用だったかな？できんだろ、さすがに。パーでパー。できない。パーだけか。はい、じゃあどうも皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。